お世話になります。ひとりでございます。最近は鎧のことで話題が持ちきりですが、ちょっと遅くなっちゃったんですが、今現在イベントレイドもやっております。期限は6月30日の8時59分まででございますと。今回は非常に大胆で、もう何体も出てくるみたいですね。一応ソードとシールドで出現するポケモンは違くて、まずどちらのソフトにも出現するポケモンはカビゴンのみでございます。ソードのみに登場する巨大マックスポケモンは、ゲンガー、キングラー、ラプラス、ダストダス、アーマーガー、タルップル、ストリンダー、ハイナ姿、マルヤクデ、オーロンゲ、マホイップ、ジュラルドン。で、シールドのみに登場する巨大マックスポケモンは、リザードン、バタフリー、カイリキ、イオルブ、カジリガメ、石炭山、アップリュー、サダイジャ、ストリンダー、ローナ姿、ブリムオン、ダイオードとなっております。もう今まで丁寧に一個ずつやってたのに、一気におりゃーっていう感じで、もうすごい豪快にやりましたね。はい、じゃあこれからやっていきましょう。いつも通り不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るでやっていきましょう。このようにニュースを受け取ったら OK ですね。よし、行こう。まず1個目、これ違うか。あーダメだ。 OK 来ましたね。まあこれソードとシールドの違いちょっと分かんないですけど、今の段階では。まあとりあえずこんな感じで出ますと。はい、ドリューズで行っちゃいます。久しぶりだな。やっぱこいつかっけえな。めちゃめちゃかっこいい。おしおし、余裕で倒せましたね。ダークボール行こっか。オッケー、よかった、行った。すげえ、前のがもう10回以上連続で取れなかったのが怖くて、すげえドキドキしながらなんとかゲットしましたね。うわすげえ、ええ、バグってる。めちゃめちゃバグってんだけど。え、マジで経験飴3個、え、ダイマックス飴がおかしくなってんだけど、これ絶対バグっしょ。ええ、やばいでしょ、マジか。5つ星でしたから 5V ということで、中身見ていきましょう。はい、で巨大マックスストリンダー、あー特性は普通のやつですね。ただオーバードライブ、たたり目、ベロムショック、ドレインパッチなんか覚えてんなこいつ。知らんか、素直な性格でございますと。まあ、とりあえずちょっともう1匹ぐらいゲットしましょうか。あ、来た、もう1回来ましたね。やっぱり簡単に出るっぽいですね。ちょっとこれちょっと入れ替えてみましょうか、試しに。どんなやつ出てくるか。はい、これでまた設定からですね、1日ずらせば別のやつに変えれるんで。あ、こいつアーマーガーですね。ですから本当に全部均等に出てくるっていう感じかな。あ、またアーマーガーですね。あ、まあホイップですね。まあホイップ結構出んのかな。あ、ゲンガー来ましたね。ゲンガーゲットしちゃいましょうか。じゃあよっしゃ行こう。よし、やっぱいいな、見た目こいつ好きだな。体の中にサダイジャいますけど、こいつ、ひゃー強いな。倒されたわ、普通に負けちゃった。マジかよ。いや、もう一回倒しましょう。ちゃんと無限ダイナでいきましょう。よし、今回こそ捕まえるぞ。ちゃんと無限ダイナは安定感がやっぱこいつでいけばいいんだよ。頼む、来てくれ頼む。おっしゃ、来た来た。結構確率高いんかな。普通にゲットできましたね、また。オッケー、ナイスですねこれ。あれ、え、ダイマックスアメって普通こういうになるんすか。え、これバグじゃないの、どういうことこれ。でもめっちゃもらえんじゃん結局。まあとりあえずいいですわ、結構ゲットできたから。はい、ゲットした個体はこちらです。はい、 5V ですね。まあこれ普通にいいですね。はい、見ていきましょう。呪われボディだから普通の特性ですね。まあこいつは夢特性ないから、まあこれが普通の特性ですね。で、シャドーボール、ヘドロウェーブ、サイコキネシス、凍える風。凍える風なんて使うんすね、知らなかった私、あんま詳しくないから。で、それでうっかり嫌な性格でございますと。はい、じゃあやっていきましょう。あー来ないですね、いらない。あー、ダメか。お、来ましたね。これは、どうしよう。これちょっとみんなで挑戦でやって変えていきたいと思います。三つ星やだはい、またやっていきましょうこれ。はい、また来ましたね。あ、こいつはいらないかな。あ、もうこいつでいいや、これでやりたいと思います。まあ三つ星ですけどね、まあ、ミミッキュでいいかな。大フェアリー打っちゃいましょう。普通に弱いですねこいつは。おしおし、ちゃんと捕まった。全然普通に捕まえられますね。あ、またダイマックスアメだ。え、何これ、バグじゃないの、こんなの私見たことないんだけど、一回も。こういう仕様なんすか、もともとこういうやつなんだっけ。マジか。まあいいですわ、とりあえずゲットしたから。あ、地味に捕まえてなかったわ、ラッキー。あー、こいつはダメですね、やっぱり 3V だ。三つ星だから当然なんですけど 3V でございまして、まあ一応巨大マックスで食いしん坊でございますと。あ、これ夢特性じゃないっすね残念だな。で、リンゴさん、臨床、竜の波動、地鳴らし、上3つ全部リで始まるというね、奇跡的な感じとなっております。まあどうでもいいんだけど。はい、で、それで意地っ張りな性格でございますと。で、これダイマックスアメ、さっき結構10個ぐらいかな、一気に増えたじゃないですか。それちゃんと増えてるか確認するために、今957個ですので、これ1回戦ってね、どんぐらい手に入るかちょっと見ていきましょう。あれバグじゃないのかちょっと検証したいと思います。よし、じゃああと1体ぐらいいくか。あー、来た来たすげえな。怪力で行こう。巨大進撃行きましょう。うわー負けた、最悪、マジかよもう。行くぜ。よし、今度こそ倒すぞ。オッケー、ナイス、倒せたね。行こう、これで。オッケー、ナイスナイス。めっちゃ捕まりやすくなってるような気がしますね、なんとなく。これすげえ、前ニャースがもう鬼ほど出ちゃったから外に、すげえ嬉しいですわこれ。はい、でこれで
ケーキ飴3個、XL 3個、やっぱダイマックス飴こんだけもらえんすね。これやばくないですか？っていうかなんでこれ固めないんすかね。だってこれ3個1つにまとめればいいのに。で、合計手に入った数は3、4、5、6、7、8、8個かな。一気に8個手に入れました。はい、じゃあこれでちょっと、あ、ちゃんと8個増えてますかね、これ。ということはあれちゃんとバグではないっていうことですね。で、ツイッターでも調べてみたところ、どうやらちゃんとそれバグじゃなくて仕様らしいですね。え、でもああいう風に表示されるのおかしくねって思うんですけどね。てか他のアイテムとかは一切もらえないっていうのはちょっと残念ですよね。OK、見ていきましょう。5V ですね。まあこれはしょうがないですね。まあ、ハイラプラス、シェルアーマー、あ、これも普通の特性ですね。でも多分また夢特性も出ると思いますけどね、きっと。私は一匹も確認してないですけど。で、それで、波乗り凍える風、レイトビーム絶対レートということで、で、素直な性格でございますと。はい、ということで今回は全部は捕まえてないですけども、いろんなね、今までの復讐みたいな感じで巨大マックスポケモンがたくさん出るという感じでございました。かつダイマックスアメガもバグみたいにたくさんもらえると、これは仕様らしいです。で、あとなんか捕獲率もね、なんとなくイメージとしては高かったですね。やっぱ最後だから高くしてくれてるのかもしれないですね、もしかしたら。つうか一つ思ったのは、ダイマックスアメじゃなくて経験アメ無限にちょうだい。